皆さんこんにちは、うぷ主です。先日、ショート動画にて、小生部、小歩数字の K 博士の反応を紹介しました。音質エリア中盤のとあるセーブポイントを利用すると、主人公のその時点での歩数とセーブ回数について、K 博士がリアクションしてくれます。こんな小ネタがあるのなら、意図して歩数とセーブを抑えればどんなリアクションがもらえるのか。そんなことがと気になっての動画化でした。さて、動画内では無事に、特別なリアクションを確認することができました。ところが、動画投稿後に、脳セーブ時のリアクションも用意されているとの情報をいただいたのです。なんだって？いやまさか、本当に用意されているとは思いませんでした。でも、そこに隠し要素が設けられているならば、確認しに行くのがゲーマーってものでしょう。ということで、本動画は、K 博士にデータを評価してもらえるセーブポイントまで、脳セーブで攻略を進めていく動画となっています。動画時間の都合上、会話シーンについては倍速多めでお送りさせていただきます。また、セーブが許されないため、みんなのご褒美 TF シーンを味わうことができません。そのため、初めてこのゲームをプレイする場合、ノーセーブでの攻略はお勧めしません。ここからは、攻略上重要なポイントに限って解説を挟んでいきたいと思います。最初の部屋は、特に問題なく突破できます。パスワードは71421です。床のタイルの模様がヒントになってます。間違ってもここでセーブを押してはいけない。下に4マス動いた後、右に走り続けるだけの簡単なお仕事です。あらかじめ4マス下に走っておくことで、段ボール箱に突っかえず逃走できます。ここが最初のリセットポイントです。敵の動きが素早い上に、1マス単位での操作が要求されます。最初の曲がり角だけがどうしても安定しなかったので、W ボタンによるお助け機能に頼りました。このボタンを押すと、一定時間周囲の動きが鈍くなります。多分、いわゆるゾーンに入った、みたいな感じなんですかね。知らんけど。動きが遅くなるタイミングで鳴き声を発するので、それに合わせて移動します。床の茶色い粘液を踏むと、問答無用で再度素早くなるので注意です。ここの箱も、動かし方を間違えると普通に進みます。おなじみのクイックタイムイベントです。連打して終了です。新ギミックのレーザー部屋です。一歩進むごとにレーザーの照射位置が変わります。緑色に光った位置が、次の照射場所です。パターンは固定なので、基本失敗しません。このエリアもそんなに危険度は高くありません。ダッシュをするか、もしくは電気がついているタイミングで動くと襲ってもらえますが、電気の明滅のタイミングは固定なので、一度にどのくらい進むか決めておくことで対処できます。ちなみに、床に丸印が書いてある部分は、明るい時に歩いても問題ありません。一方で、床に落ちている黒い粘液を踏んでしまうと、問答無用で襲われてしまいます。こんな感じでドッキリ要素もありますが、知っていればもう満体です。出てすぐのところに粘液が落ちているので注意。一度でもミスったら最初からなので、結構チキンになってますね。左手にセーブポイントが見えますが、当然ながらスルーです。丸印の書いてある床は明るい時に歩いても大丈夫。あそこに置いてある仮面、手に取ってみたくないですか？かわいい。癒しゾーン。一歩でも走ると襲われます。初見の時はここの攻略法がわからなくて、四苦八苦してました。今でもこれが正解かはわかりませんけどね。ここで一瞬だけ走って、トイレにいる黒曜獣をおびき寄せます。
トイレから出た後は絶対に走ってはいけません。黒曜銃が匂いをたどって追跡してくるので、安全地帯に入りつつ鉄の箱の前まで誘導します。これで通れるようになりました。あとは走っても大丈夫です。ここはありがたく衣装をかぶっていきましょう。特に言うことはありません。普通の連打です。顔面にグーパンをお見舞いしてやりましょう。スペシャル版からの新ボス、キング戦です。ここの BGM が大好きで、と、そんなことは置いておいて、リセットポイントではありますが、コツをつかめばそこまで絶望的というわけでもありません。クリスタルのパターンは4種類で、ストライプ状の配置と、1マス模様状の配置があります。主人公が現在いるマスの、上下左右のどこかは必ず安全地帯になるので、基本的には移動なし、もしくは1マス移動するだけでこと足ります。焦ってあっちこっち動いてしまう方が、私はミスが起きやすいです。ここで影が1つ追加されますが、隅っこで耐久していれば気にせずに済みます。影が2つに増えますが、両方の影から1マス以上、できれば2マス以上離れることを意識すれば OK です。こんな感じで、2つの影が隣り合うように誘導できると後が非常に楽になります。2箇所を気にしなければならない状況だと、どうしても焦ってミスが出てしまいがちでした。誘導できれば注意するポイントが1箇所で済むので、この方法を取り入れてからはかなり安定するようになりましたね。かわいい。迫り来るレーザーから逃げます。猶予が少なくかなりギリギリなので、安定をとってゾーンに頼ります。甘えだろって？ごもっともです。ここも、初見の時は非常に苦労しました。それでもやっぱり、コツさえ掴んでしまえばいかようにもできると思います。メモを取らずフィーリングでやってるので、妙に動きがとろいです。ここの名誉銃の追跡 AI は、回り込みをしないよう設定されています。図書室の白尻尾なんかも同様ですね。なので、一度くぼみにはめてしまえば基本的に相手はこちらを追ってくることができません。主人公に対して、直線的にしか移動してこないんです。ここはもう、事前に正解をメモに取ってあります。あとはメモ通りに、ミスなくきちんと動くだけです。
ここは必ず左キーを押しっぱなしにしておきましょう。なかなかいやらしい初見殺しだと思います。スペシャル版になってから、敵が出現する前にはほぼ必ず防具が挟まれるようになりましたが、こんな感じで、一部例外の罠もあるのがまたチェンジドらしくていいですよね。かわいい。しばらくパズル系のギミックが続きます。オリジナル版にもあったギミックですが、いろいろな部分で改良が施されているのが印象的ですね。特に乱数の影響がほぼ消えたのが大きくて、おかげで事前のメモ通りに進めば 100% クリア可能となりました。これが最適解かはわかりませんが、今のところ一度も失敗していません。ここはミスしやすいポイント、かと思いきや、私の中では意外と安定しています。言語化するのが面倒。大変なので、見てなんとなく把握していただければと思います。ドローンに頼ることもできますが、敵の速度が変わってかえってやりづらかったので使っていません。腕が段ボールにぶつかってひるんでいる間のみ、当たり判定がなくなります。普通に突っ込むと普通に融化するので注意。黒いボヨンボヨンで腕を飛び越えるのがミソですね。安定をとって、もう一度ひるませてから先に進んでいます。ここもメモ通りに進みます。初見の時は本当に苦戦しましたね。この初見殺しに泣かされたプレイヤーは一体何人いるのだろうか。個人的に一番の山場だと感じている、ボスドラゴン戦です。ここなんですが、100% 安定するルートをどうしても見つけることができませんでした。練習で十数回ほど走って、実際にゲームオーバーになったのは1回だけだったので、よほどボスの機嫌が悪くなければ、とは思いますが。責任は取りませんよ。あしからず。ちなみに、妙に歩みが遅いのはわざとです。クリスタルが床から生えてくるタイミングは、大体頭に入ってはいるのですが、万が一、ルートミスやケアレスミスなどで、予期せぬ位置に生えてきた時に備えて、一方僕ごとにキーボードから手を離しています。いやマジで、気を抜くと本当にここすぐミスするんですよ。緑のクリスタルは、ぶつかると即ゲームオーバーなので要注意です。
ここはもう、みんな知ってますね。ここも気をつけて歩くだけです。影の動きが規則的になって、ノーセーブ縛り的にはだいぶやりやすくなりましたね。ここは下キー押しっぱなし安定です。本当にごめんなさい。なんとここで、録画が切れてしまいました。長時間の録画が原因だったように思いますが、パソコンに疎いので詳しくはわかりません。これに気づいて録画を再開するまでの間は、別で撮った代替映像をお届けします。ズルしてるんじゃねえのか？アホ、ボケ、マヌケ、DF しろ。と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそもセーブの回数を K 博士が記録しているので、不正は一切できません。本当に、すみませんでした。この白尻尾も、回り込みをしなくなったのでだいぶ御しやすくなった印象です。さて、ようやく録画が切れてることに気づきましたね。ここからは再びノンストップで参ります。プーロ君とのイベントがめちゃくそ長いので、ここから先でミスするととんでもなく落ち込むこと間違いなしですね。フラグじゃないですよ。ここのカラスも、昔は時期狙いだった記憶がありますが、規則的に飛んでくるようになっていくらか避けやすくなりました。ここは、最初の一発さえうまくいなせればあとは左右に走るだけです。例によって言語化画面。大変なので、動画みたいな感じでやるといいよ、としか言えません。弾を発射する前により動作があるので、それを見逃さないようにするくらいでしょうか。さて、オリジナル版では鬼門だった白尻尾二回戦です。左側の入り口に抜けていくこともできますが、成功率が相当低いので、今やる意味は特にありません。ところどころ影や粘液がフェイントを仕掛けてくるので、一つずつ丁寧にかわしていきます。一応、フェイントを仕掛けてくる敵の位置は覚えてはいるのですが、万が一を考えると、体が警戒してしまいます。いつものです。直前にセーブのタイミングが設けられていたあたり、よほどここで泣かされたプレイヤーが多かったのでしょうか。ここのイベントが、とにかく長いのなんの。絶対に、ここから先ではミスできないという気持ちになります。今回の企画においては、特にプーロとの好感度を上げておく必要はないのですが、後ほど、彼に助けてもらえるイベントが発生するので、安定をとってここで一緒に休んでいます。このちょっと膨らんだ壁からも、妖獣が出てきます。ここは上下どちらも右側を通れば大丈夫です。箱を運ぶだけなので倍速。
さて、このダクトエリアを抜ければゴールは目前です。女王にいやらしい罠が多数仕掛けられていますが、どれも知っていれば容易に対処できます。ケアレスミスにだけは要注意です。マジで、シャレになりません。ここ右に免疫落ちてます。すぐ下に戻らないとアウトです。ここも、ちょっとだけ離れた位置にいないと。見えましたか？今ぬるっと1マス上までジャンプしてきた姿。本当にいやらしいです。ここにも当たり前のように粘液が隠れています。ここ、プーロとの好感度が現時点で最大値であれば、彼が助けに来て表を足止めしてくれるのですが、ゴールが目前ということでチキってゾーンに頼ってしまいました。ここも、セーブが挟んであるということは。はい、追いかけてきます。意外と余裕がないので、急いで階段を降りましょう。いつもの連打イベント、かと思いきや、なんと指定のキーパースペースから左右に変わっています。初見殺しが過ぎる。さて、ついにやってきました温室エリア。このみかんの木のギミック、説明するのが難しいんですが、主人公が2回木を揺らすと、幼獣は隣り合う木のどこかに移動する、かっこ縦横斜め前方へ組む、と、私は認識しています。正確な記述ではないのでしょうが、今のところこの理解で問題なく進めています。ここも、先ほど述べた法則に従って進んでいきます。ここでミスったらパソコンぶっ壊しかねないですよ、ほんと。ということで、なんとかノーセーブで九段のセーブポイントの元までたどり着きました。それでは、博士のメッセージをどうぞご覧ください。そうです。もっと褒めてくれたっていいじゃない、とも思いましたが、彼らしいリアクションであるとも言えるでしょう。ここまでプレイ時間4、50分程度ですので、よかったら皆さんも挑戦してみてくださいね。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。それではまたどこかで。